池澤隆は、日本の政治家。東京都西東京市長。東京都西東京市出身。田無市立屋と小学校から、法屋市立法屋第一小学校へ転校。法屋市立青蘭中学校、東京都立法屋高等学校、同志社大学法学部卒業。旧法屋市役所に入庁。2013年、西東京市副市長に就任。 2020年12月18日、任期満了に伴う西東京市長選挙に、丸山光一市長の後継指名を受けて、立候補する意向を表明した。2021年2月7日に行われた、西東京市長選挙に、自民党、公明党の推薦を受けて、立候補。元寿司市長の平井隆一らに候補を破り、初当選した。同年2月18日、市長就任。 当日有権者数168,858人、最終投票率42.23%、池澤陣営の確認団体、明日の西東京を作る会が、対立候補の平井隆一を、誹謗中傷する内容の法廷ビラを、市長選投票日直前に、西東京市内全域に配布した。選挙は約千五百票の差で、池澤が当選したが、選挙後に、 嫌いを押した西東京市議などが抗議の署名活動を行う事態となった。ありがとうございます。